2018年、アメリカ・フロリダ州デバリー。ある青年が焦った様子で警察に電話をかけてきて、家が強盗に荒らされたようであり、母の姿が見当たらないと言います。警察はすぐに現場へと駆けつけ、通報してきた青年を保護するのですが、その後の警察からの質問に対して曖昧な様子から不信感を抱きます。そして尋問を続けた結果、なんと彼が自身の母親を殺害した犯人だと判明するのです。これは実の息子に命を奪われた女性、ゲイル・クレベンジャーさんの話。一体彼女と息子の間には何があったのでしょうか。息子による警察の通報や事情聴取など、実際の音声、映像とともに事件の詳細についてイエローテープの外側から一緒に見ていきましょう。それでは本編スタートです。ゲイル・クレベンジャー。ゲイル・クレベンジャーさんは1972年の7月4日に生まれ、他5人兄弟と一緒に厳しい両親に育てられます。4人の男兄弟と2人の姉妹、合計6人の子供がいる彼女の家族は毎日が騒然としていて大変だったようですが、彼女はそんな中でも自立心を持って何事にも前向きに立ち向かう性格に成長します。1990年に高校を卒業した後はマイアミ大学に入学し、建築を勉強し優秀な成績で卒業します。その後の就職先でも勤勉に働き、仲間に認められ、一見すると順調な人生を歩んでいるかのように見えたそうです。しかしこの時ゲイルには大きな悩みがありました。それは結婚相手からの家庭内暴力です。ゲイルさんは家族や友人たちの力を借りて、なんとか一人息子のグレゴリーと一緒にこの支配的な婚姻関係から脱出することに成功しますが、その経験は彼女に大きな心の傷をつけていました。しかし本来前向きな性格の彼女は、この一度の失敗だけで結婚に悲観することなく、何度かのデートを経て2人目の夫となる男性、ダニエル・クレベンジャーと出会います。ダニエルも過去に離婚した経験があり、2人の子供がいました。そして時は流れ、2018年、ゲイルは愛する夫ダニエルと前の夫との子供グレゴリー、そして義理の子供2人に囲まれ、仕事も順調でした。しかしこの頃には息子のグレゴリーとのすれ違いに悩まされるようになってゆきます。グレゴリーは2003年にゲイルの1人目の夫との間に生まれた子供で、幼い頃からおとなしく引っ込み思案な性格だったようです。友達がいなかったわけではないようですが、一人で過ごすことを気にせず、自分から人と関わることは少なかったようで、息子の性格を心配したゲイルは彼をボーイスカウトや空手教室に通わせ、身体的そして社交的なアクティビティに関わらせようとします。ただ一方的にこれを押し付けていただけではなく、ゲイル本人もスカウト活動に積極的に参加したり、空手教室の大人の部に入門もして、自分も息子の活動に関わるようにしていたそうです。それが役に立ったのか、高校に入学したグレゴリーは人気者とは言い難いけれど友達もいて、学校の活動にも参加していて、友人たちによるとグレゴリーは至って普通で、良くも悪くも特に目立つことのない子供だったそうです。時には友人たちと遊びに行くこともあったそうですが、自分の部屋でゲームをしたり音楽を聴いたりするのが好きで、部屋には高性能なゲーミングパソコンやスピーカーが置いてありました。その一方で警察への憧れもあったのか、14歳から21歳の青少年で構成された Law Enforcement Explorerという警察組織の手伝いをしながら仕事を学ぶことができるプログラムにも参加していました。これを仮に青少年警察組織とします。
学校の先生やこの青少年警察組織の指導者たちはグレゴリーの頭が良く、少しの努力で優秀な結果を出せることに気づいていたそうですが、グレゴリー本人にはやる気がなく、最低限の勉強しかせず、ゲームや音楽に比べて学業は二の次といった振る舞いでした。母ゲイルはそんな息子にイライラさせられることも多く、もっと努力するように言うのですが、逆にグレゴリーはそのように口出しをしてくる母を鬱陶しく思っていたのです。事件発生。2018年11月1日、この日父ダニエルは出張で家を空けていて、ダニエルの連れ子の2人も家にいませんでした。つまり家にいたのは母ゲイルと息子のグレゴリーだけだったんです。この頃一度は上がっていたグレゴリーの成績が再び落ち始めていたことで、2人の間にはピリピリとした緊張が漂っていました。ゲイルの家の近所に住む人たちによると、その日の夜も次の日の朝も特に異常はなく、いつも通りの日だったそうです。グレゴリーの通う学校もいつも通りに授業が行われ、いつもと変わらない平凡な一日が過ぎていくのですが、学校が終わり学生たちが家に帰る頃、フロリダ州デバリーの警察に一本の電話がかかってきます。電話の相手は非常に焦り困惑した感じの若い男性でした。実際に記録された電話の音声をお聞きください。911, where's your emergency? I just got home and my house is completely trashed. It looks like someone broke in the side door. How long have you been gone? I've been gone all school day. Are you there by yourself? Yeah. How old are you? 15. I need you to take a deep breath. I'm going to ask you a few questions, okay? Okay.My mom's car is here and it's on, and she's not home. And she's supposed to go to work today, and I can't find her. Okay, your mom's car is there. Is there any other way she ever get to work? Does she ever get a ride from anyone else? No, the car is on. It's turned on. The car is on, and you're sure she is not there? I searched the entire place. I've been here for like 8 minutes. I've been working. Okay. I can't find her. I'm right here with you, okay? What's your name? All right, my full name is Gregory Logan Ramos.Is there anybody that has made any threats to your mom or to you? No. この電話を受けた警察はすぐにその発信元である家へと巡回中の警察を向かわせます。そこにいたのは憔悴した感じのグレゴリーでした。一人がグレゴリーに何があったのか話を聞く間に、他の警察が家の中を調べます。家の扉は蝶蓋部分から破壊され、家の中もめちゃめちゃで、キッチンではすべての戸棚が開かれて、割れたガラスや食器が散乱していました。そして通報にあったように、グレゴリーの母、ゲイルの車はその場にあり、エンジンがかかっていたのですが、彼女自身はどこにもいないのです。母親を心配し、取り乱したグレゴリーを少しでも落ち着けようと、彼は警察署へと連れて行かれ、青少年警察組織で彼が慕っていた恩師が保護者の代わりに駆けつけます。そして少し落ち着きを取り戻したグレゴリーに警察がいくつかの質問をするのですが、彼が明確な返答を避けているように感じた警察は徐々に彼の行動を疑い始めます。この時グレゴリーの顔には複数の傷があったのですが、警察がそれについて尋ねると、学校で喧嘩をしたとは言うものの、相手の名前を言わず、どうにかして話題をそらそうとするのです。グレゴリーの行動が気になった警察は少しずつ突っ込んだ質問をし始めるのですが、グレゴリーは自分の髪を触る、足をさする、顔に手を当てる、腕組みをするなど、自分を落ち着かせ、相手を警戒し、そして自分を守るような身体行動が目立ち、何時に家に帰ってきたかは正確に答えれるのに、その日の食事は覚えていないといった曖昧な部分もあり、彼の話が創作されたものなのではないかとの疑いが強まっていきます。グレゴリーは母ゲイルとの関係性を聞かれると、完璧な関係とは言えないが、決して母に何かひどいことをするような関係でもないと何度も返答します。しかしその後彼は全ての証言を一変させ、とんでもないことを
言い出すのです。グレゴリーの証言。実はグレゴリーが警察から事情を聞かれているとき、これと並行して別の2人の少年が警察から質問を受けていて、警察がこのことを彼に知らせた途端、彼は今までの証言とは真逆のことを言い出すのです。これが彼が取り調べを受けている時の映像です。グレゴリーは母ゲイルを殺害した後、自分の友人ディランとブライアンにそのことを話し、事後処理の協力を依頼していたのです。そしてこの友人たちは自分の秘密を話さないと思っていたのかもしれません。実際の犯行前後のグレゴリーの行動を改めて確認すると、2018年11月1日に学校から帰ってきたグレゴリーに母ゲイルが最近下がってきている成績について小言を言い、それにグレゴリーが反発したことによって口論へと発展します。どちらが先に手を出したのかは明確ではありませんが、母ゲイルがグレゴリーの頬を叩き、それにカッとなった彼は母の首を絞めて殺害してしまうのです。母の遺体を手押し車で車まで移動させ、しばらく近所を走り回った後、教会の敷地内にある焚き火場の近くに穴を掘って遺体を埋め、家に帰ってから強盗による犯行に見せるために家を荒らします。次の日にはブライアンとディランに連絡を取り、
学校まで送ってほしいと頼んで家に来てもらい、学校までの道のりで昨夜自分の母を殺したことを話します。その後はいつも通りの学校生活を送りますが、6時間目をサボって学校を抜け出し、3人でグレゴリーの家へと戻り、犯行現場をよりリアルなものにするためにさらに家を破壊して回り、母ゲイルの持ち物をいくつか持ち出して遺体を埋めた現場の近くに捨てます。この時ブライアンとディランはグレゴリーのパソコンやスピーカー、狩猟用のナイフとライフルなど自分たちの家へと持って帰っています。そして友人2人が帰ったのを見届けてからグレゴリーは警察への通報を行ったのです。その後ディランが警察から質問をされた時には、グレゴリーの持ち物が自分の部屋にあることが分かると全てがバレると思い、彼はすぐに全てを自白したのです。一方ブライアンは最初は自分は関係ないとの主張を貫いていましたが、ディランが全てを話したことを知ると彼も諦めて全てを認めます。こうして友人2人からの証言を得た警察はグレゴリーへの質問を強めてゆき、最終的に彼も犯行の全てを自白するに至ったのです。その後グレゴリーは母ゲイルの遺体を埋めた場所まで警察を案内するのですが、その時も穴を掘るのにどれだけ苦労したか、そして母の遺体を穴に入れる大変さについてペラペラと話していて、まるでそのことを自慢しているか、その苦労を誰かに認めてもらいたがっているようだったそうです。結末。結局グレゴリー、ディラン、そしてブライアンの3人は警察に拘束され、2018年11月4日には最初の傍聴会が開かれることになります。この時グレゴリーはまだわずか15歳でしたが、犯行の残忍さのため第一級殺人、死体遺棄、証拠隠蔽の罪などで大人として裁かれることになります。そして長々とした裁判を行って、その結果終身刑になる可能性が高いことを知らされたグレゴリーは全ての罪を認め、さらには母ゲイルの親族への謝罪を行い、自身の行いのために僕は母の本当の姿を知ることができなくなってしまった、僕は自分とそれ以外の全ての人から母を奪ってしまった、僕は世界にとって取り返しのつかない痛手を与えてしまったと述べ、さらには自分が巻き込んでしまった友人2人は事の重大さを知らないまま手を貸してしまっていたこと、そして警察に素直に協力していたことなどを理由に寛大な措置を取ってほしいと発言します。結局グレゴリーは25年後に仮釈放の可能性ありの禁錮45年の刑が言い渡され、今後釈放されても一生にわたって保護観察付きであるとされます。そして友人ディランは過去に精神的ストレスから自傷行為をしていたことを理由に、それが再発する恐れがあるとして保釈が拒否され、結果309日間拘束された後、保釈金20万ドルでの保釈が認められますが、そのようなお金はなく、結局2021年2月21日までの828日間拘束された後、10年間の保護観察処分が言い渡されます。ディランもゲイルの家族に対して謝罪を行い、ゲイルの家族はそれを認め、あなたの価値は2018年12月2日に取った行動ではなく今後の行動によって決まりますと彼に伝えています。そしてもう一人の友人ブライアンは10万ドルの保釈金を両親が支払い保釈され、裁判を受けるまでのおよそ3年間の間に彼は高校を卒業し大学に合格、そして2021年2月8日に裁判にかけられ、検察側はディランと同様に828日間の拘束と10年間の保護観察処分を求めますが、彼の弁護士はこの3年間を通して彼がトラブルなく一般社会にとって認められる存在であったと話し減刑を求めます。しかし捜査当初は警察に本当のことを話さず、ディランが自白したのを知って初めて正直に話したことなども考慮され、結局は禁錮364日の後14年間の保護観察処分となります。
こうしてゲイル・クレベンジャーさん殺害に関わった人たちは裁かれ、事件は終わります。しかしだからといって亡くなった人が戻るわけではありません。母として、建築家として、そして素晴らしい人間として今後も活躍したであろうゲイル・クレベンジャーさんのご冥福とご家族・ご友人の皆様の心の平穏を願っています。いかがでしたでしょうか。今回のお話は以上となります。皆さんはこの事件についてどう思いましたか。ぜひ感想をコメントで教えてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。